はい、どうもブンキャラです。今回も遊んでいきたいなと思います。今ですね、なんと戦士レベル20まで来ました。ここでダンジョンを作っては頑張って、作っては頑張ってみたいな感じで今レベル上げてます。でこの子たちもね、だいぶレベル上がってきたんですけど、まだまだって感じですね。でね、今日はねここでね釣りをしようと思ったんですけど、ダンジョンをぐるぐるしている間にちょっと気になるものを手に入れたのでやっていこうかなと思います。今回はですね、滑らかな石のかけらっていうのが4つ手に入ったんで、これでねやっていこうかなと、これをねやっていこうかなと思ってます。普通のダンジョンと何が違うんだろう。滑らかなランク1ランダムダンジョン、ちょっと行ってみようか。あ、なんか横幅が広いね。よいしょ。どんななんだろう。はい、あ、いや横幅広いとかじゃねえわ、でけえわ行ってみますか。なんかいつもと違うね、やっぱりね。よいしょ。こういうのもねしっかり回収していきましょう。あとね、問題は松明がね多分足らないよね、これじゃあね。140ぐらいでいけるかな。多分いけないよね、でかいもんね結構ね。そしてジャンプブロックがここにある。お、ほうほう、もう上に上がってきて、そしてここにもジャンプブロックがある。え、ちょっと、はい、何階建てなんだろうね。何階建てか分からんけど、結構もう2階ぐらい上がっちゃった。よいしょ、まあ、ちょっとやっていきましょう。さあ、どんどん進んでいくけども、なんかいいものがあるんだろうか。あ、金の剣とか出ることなかったのにな。この辺はちょっと変わっとる点かな。よいしょ、なんか小部屋がいっぱいあるって感じだね。よいしょ。あ、なんかほんと小部屋、外堀から埋めていきますか。外ぐるーっと回って中にちょっとずつ攻めていくみたいな感じでいいかな。で、1階2階の宝箱的なものは取ってないけどもいいんだろうか。よいしょ。はー、どういうことだ。縦に2つ分かれ、縦っていうか、あの入ってきたとこから2つに分かれてて、さらにそこから小部屋がみたいな感じだよね。ここにもジャンプブロックがあって、今回この滑らかなダンジョンはこのジャンプブロックで上がっていくっていうスタイルなんかな。それともたまたまジャンプブロックが多いだけ。ほら、ジャンプブロックめっちゃある。もしかして縦に迷う感じの迷路みたいな感じかな。どうなんだろう。そして上にはどんなボスが待ち構えているんでしょう。ちなみにザコは普通のダンジョンと変わらないですね。弱いやつですね。よいしょ。ドクロ洗い、よいしょ。あ、またかけらもらえたな今。なんか面白いものは特にないね。変わったものはないね。なんだったらちょっとトントン拍子で上がっとるけど、ノーカットでいけるんじゃないかなぐらいの。あーね、よいしょ。ここの真ん中が空いてて左右を見れるみたいな。よいしょ。ん？本当に何もないな。ズッキーニャ。よいしょ。なんかあるか？じゃ、本当に特に変わったものが何もない感じだな。小部屋があるぐらいだよね。うん。なんか極めて珍しい宝箱があるような雰囲気もない。まあちょっとずつぐるぐる回ってみますか。痛いな。何かないかな。スライムつむり。おお、痛い。敵が多いな、ここ。よいしょ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 。おお、ちょっと待った。よいしょ。痛いな。さあ、えいえい。特に変わったものはないまま、もうボスに来ちゃった。これボスのあれだよね。もうボスなんだけど行ってもいいんかな行っちゃいますか。おりゃ。あー、桃色三姉妹と泥ヌーバーじゃない、チョコヌーバーだね。じゃあ普通のダンジョンと特に変わりはないかな。よいしょ。おいしょ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 い。
特に普通のダンジョンと変わりはなかったけど、あ、でも普段の石のダンジョンはこれひび割れてるとこが1個しかないけど、これは前も後ろもあるみたいな感じかな。よいしょ。あー、なんかちょっと作りが違う。ちょっと見ていこう。いい宝箱があればいいんだけど。まずは紫の宝箱。パッと見た感じ盗賊の鍵ぐらいかな、良さそうなので。あっちはあ、こっちも紫で、よいしょ。まあ、ちょっと後で見てみようか。こっちはこれで終わりかな。これで終わりっぽいね。反対側見てみようか。いいよ、ほい。さあ、こっちの中でしょ。ドン。なんか見たことないものはとりあえずないな、今のところ。やっぱ金の宝箱がいいんだろうね。全部紫だ。よいしょ。じゃ、とりあえず全部取って見てみましょうか。はい。花の蜜、星のかけら、氷の結晶、溶岩石、石のかけら。あ、特になんか変わったものは今のところ見受けられないですね。ほこらね、ゴールド袋、かけら、舞踏家の証が2個手に入ったかな。あと石のかけら、これはなんだ、水晶十字路。あ、ちょっと消えちゃった。水晶十字路、ほん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 。鋼のグリーブとかは嬉しいんかもしれない。今つけてるやつが壊れたら使えるもんね。とりあえずしまっていくわけですけども、そう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 、普通のダンジョンを攻略してるときに見つけたんだけど、これ、これじゃねえや、これだ。ターニアの家っていうのを見つけたんだけど、このターニアの家って何なんだろう。俺ね、ドラクエをね、正直あんまりやってきてないんでね、わかんないんだよね。ターニアの家、ちょっと降りて出してみようか。ターニアの家、ターニアがおるんかな。ターニアさんっていう人がおる家なんかな。ちょっと行ってみようか。あと金の剣、あ、金の剣、ドラクエモッド用、え、ドラクエモッド用なんだ。これドラクエモッド用の金の剣とかあるんだ。それちょっと知らんかったな。じゃあドラクエモッド用のダイヤの剣もあるってことか。よいしょ。さあ帰ってきました。いた。なんかめっちゃ食らった。ちょっとターニアの家っていうの出してみようかな。この辺でターニアの家ができれば、よいしょ、新しく釣り場としても機能するよね。よっ。あ、そっち向きにできる。そしてでかいな、これもまた。でけえ、でけえな、こんなでかいの。ちょっとこんなでかいとは思わなかったな。あっち側に出そうか。よいしょ。でちょっとここにね、ターニアの家を出してみましょう。よいしょ。あ、できた。さあ入っていきましょう。あー、なんだ、何も入ってはない。うん、出れないぞ。出れないぞ。扉あるけど出れないぞ。このチェストが邪魔なんかな。よいしょ。あ、出れた出れた。あ、これちょっと改造すればいい釣り場になるじゃん、絶対ね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。こっちかまどもあって、あ、ここ宝箱あるよ。あ、なんか入ってるわ。素早さの種、キメラの翼、リエミと薬草。おお、お宝あるね。これは普通の装飾用だよね。あ、だよね。いいじゃんいいじゃん、新しく釣りするとこできたじゃん。とまあ釣りをする前に滑らかなダンジョンを行ってですね、なんだかんだで新しくなんか釣り場っぽい場所を見つけることができました。今回もご視聴いただいてありがとうございました。また見てください。